Guten Morgen! 皆さんこんにちは。ドイツに住むオペラ演出家ツリエツこと釣屋根悦子がお送りするボイスブログ音楽のある南ドイツ生活です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はねもうまた春の陽気に戻ってきました。ドイツ今すっごい寒くてまだでもね気温は寒いんですけども、最高気温ねなんか6度とか7度ぐらいなんですけどお日様が照っているので、皆さん結構ね外で日向ぼっこしてる方とか見えててねいやでもやっぱりねお日様が出るっていうのは嬉しいですね。はい、ですね今日は、どんな話をしようかなというとですねちょっとね、昨日ねビアラオホっていう春の、お野菜の話をしたんですけどもついでにねもう一つルバーブっていう野菜の話もしようかなと思います。でルバーブっていうのがですね茎みたいな形をしてるんですよ。で、一応野菜なんですよ。で、茎みたいなんですよ本当に、で、私は昔ですね、初めて留学した春にですね八百屋さんでこの、ルバーブを見ましてあールバーブふきやと思ってですねあドイツでもふき買えるんだと思ってふきを買ってきてですね、切って醤油とかつお節入れてですねお酒とかちょっと入れてですねで煮てですねそれでご飯のねおかずにしようと思って食べたんですよ。そしたらよいーってもうびっくりしてなんじゃこりゃって思ってなんかこうわけわかんない野菜買っちまったと思った記憶があります。でこのルバーブどんな味がしたかっていうとすごい酸っぱいんですよ、で酸っぱみがあってちょっとレモンみたいな感じでですね酸っぱみがあってでもまあこうなんかちょっと甘さがあるっていうかね、レモンって知ってますか。レモンって酸っぱいけどでも糖分すごい高いんですよね。で、ルバーブも本当そんな感じなんです。で、ルバーブはですねどうやって本当は食べるかっていうと、デザートにするんですね、なんか最近それこそやっぱり長野とかでもルバーブが最近手に入るとか自家栽培してる方もいるっていう話を聞くので、もう結構ご存知の方も多いのかなと思うんですけども20年前私が日本に住んでいた時はルバーブなんてものはまだ全然なくてですね見たこともなかったんですよね。というかふきの形してるんでふきだと思ったんですよね、で全然味が違うんです、でまあ、日本でねもうルバーブ結構出てるらしいのでコンポートとかジャムとかあとはケーキとかされる方いるかなと思うんですけど、そういうふうにですね、デザートに使う野菜なんだけれども果物みたいなそんな植物なんですよね、でなんかこう未だにですねルバーブを見るとですねその、醤油とカツオで煮た日のことをすごい思い出して、自分でちょっとおかしくなります。ルバーブはですねアメリカではですねなかなか手に入らなくて私ルバーブ実は大好きなんですね。その時はちょっとびっくりしてですねもうそのままちょっと捨てちゃったんですけどその時はねなんだこりゃと思いましてで、その後に、ルバーブってものをこうっていうのはこう果物みたいにしてデザートに食べるんだよって教わってからですね結構こう好きでですねルバーブを見ると春必ず買って食べるんですけども、アメリカにいた時はルバーブなかなか手に入らなくて1週間にいっぺんね農家の方がトラックに野菜を乗せてこう売りに来るグリーンマーケットっていうのがあるんですけどもそこで春先ちょこっと買えるけども本当に30センチの茎みたいなサイズのルバーブ1本でもうね500円とか800円とかもっと払った気がするんですよね。で結構高くてですねもうなんか1本500円だともう全然こうジャムにしたらもう小瓶ぐらいしかの分ぐらいしかないのでちょっとこうもったいないなと思いながらねほとんど食べれなかった記憶があるんですけども、今はですね、ドイツはね、食材が結構安いのもあってもう一束でゴーンってドボーンと買ってきて300円ぐらいですね買
買いまして、毎日ですね煮て食べてます。うん、ルバーブはですね、あの葉っぱの部分は毒性があるので葉っぱのところは食べないようにしてください。茎のところだけですね。茎のところなんですけど、やっぱり一回煮てね、生でも食べるっていう人もいるにはいるんですけど、私はちょっと食べたことがなくて、さっと煮ます。ですぐに火が入ってですね、ふきって周りの線が結構硬いじゃないですかね、繊維質が。でルバーブの場合はですね、本当にすぐにね煮ると本当に5分ぐらいパッと柔らかくなるので料理がすごいしやすいです。で私のお気に入りはですね、ルバーブと、レーズンを入れてですね煮てます。でレーズンからほのかの、甘みが出るので、私はもう砂糖を入れないでルバーブとレーズンだけで煮て、あのコンポートにしたりとかですね、それをちょっとこうケーキに入れたりとか、あのパンの中にあんことして入れたりとか、なんかそんな風にしてね、食べてます。あのヨーグルトに入れたりとかですね、本当に美味しいです。やっぱりこれもね、春しか手に入らないやっぱり季節物で、季節物はねやっぱりなるべく私は、食べるようにしてます。やっぱその時期にね一番体に必要なものがね、こうな自然の巡りみでね、こう自然からいただけてると思っているので食べさせていただいてます。ルバーブね、まだ、食べたことがない方はですね、ぜひ挑戦してみてください。本当に美味しいし健康にいいのでね。はい、ということで、ドイツではもうありきたりのね、野菜のルバーブのことをお話ししました。はい、ではまた明日。アウィダゼンチュース。